コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対ロシア、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。北澤さん、4-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。激不激で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールが収まるということが必要になりますよね、はい、一番に分かるとしては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、うん、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がらないので、うん、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対ロシア、エキシビションマッチです。サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのは日本、画面右側がロシア。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。抜けてくる、どうだ、頭決まった、日本頭で見事に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ日本、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね、素晴らしいですね。抜けてくる、スタート、これはわずかに右でした。長友、長友から中島、イオノフ、ゴロビン、うまいですね、スルーパスを狙う、自分で行く、大外から左サイド、どうだ、ロシア、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ロシアとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね、激しいボールの奪い合い、届きましたよ。高い、長いボール縦に入れます。ジルコフ、前半16分です。堂安、ここは奪います。出るか、ここで受ける、抜けてくる、大迫、フリーだ、シュート、
さんのこれ打つモーションまでの前が草津さんとにかくキレキレでしたね。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静に、ね、打ててますからね。シンプルな形ですけども狙ってなかなかできないですからね。見事ですね。大迫今日2点目のゴールです。さあ日本得点を重ね2対0という展開。日本としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。コーナーキックです。ショートですね。さあ中はいる、上げる、来た、頭だ、頭にピンポイントで合わせたんですがここは決まりません。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけどもボールの出どころそして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマークこの辺をしっかりしていかなければいけませんよね。ロシアが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。堂安中切り込んでいく、裏のスペースを狙う、低いボールだ、シュート、ゴロビン、ジュバ、南野、さあつながるか、このボールはカットされます。ジルコフからジュバ、ジルコフ抜けてくる、抜けるか、中はマイスイル。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。ジルコフ、酒井、ここは対応します。ここでファールがありました。注意に終わります。ここでのパスは危ない。ボールの奪い合い激しいものがあります。足元から大迫、ここで収まる、ここは一旦バックパス、日本ボールです。堂安からクロスボール、厳しくマークしていきますよ。リオノフ、中盤、イオノ抜けてくる、柴崎、ここは競り勝ちます。柴崎から大迫、大迫から中島、このスルーパスは通りません。激しいボールの奪い合いです。日本これは奪い返します。ここはクロス、キーパー直接処理しました。自分で行く、中人数揃っている、ここは大きく縦に入れます。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。さあ北澤さん、
ここまでご覧になっていかがでしょう。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは人数は絶対じゃないんですね。特に45分で人数が来る一番危険な点数でもあるんですね。日本対ロシア、日本が2点を先取して折り返します。さあ後半スタート。激しいボールの奪い合い。10番いけるか、かわした。長友対応します。坂井、縦へのボール。サイドを使います。仕掛けるタイミングを図る。クロスが入る。どうだ、シュート。オーバーヘッドでしたが決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとね、アジアも盛り上がってきますからね。日本チャンスを迎えたシーンがありました。日本がここで選手を変えるようです。10番ロシアとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。堂安、この試合アシストを記録しています。裏へのスルーパス、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。さあ再び選手の交代です。日本、大迫、今日は得点を取りチームに貢献しました。日本がこのセカンドハーフの序盤2点差でリードしている状況ですが、この後はどうご覧になりますか。まあ次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏でしたね。サッカーやってる人ならわかると思いますけども、ハーフで3点ってそう簡単に取れないですからね。ただ油断は禁物ですよね。この時間帯ですと 2-0 は追いつかれる可能性もありますからね。さあ右へ預けて、堂安、上げてくる、わずかに届きませんでした。さあここでカウンター、ロシア、ここでファウルをもらいます。スペースを狙う、いいオーバーラップですよ。いい展開ですね。自分で行くのか。マリオ・フェルナンデスからファーサイド、ボールの奪い合い、激しいものがあります。いいプレッシャー。吉田、裏を狙っていきます。旗が上がっています。オフサイドです。日本が最後の交代枠を使います。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。
コロシア、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。これはスローインとなります。ゴロビン10番長友、いいプレッシャーです。さあ持っていく、カウンターを仕掛けます。これ仕掛けるか。さあカウンターを仕掛けます。ロシアとしては流れちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。上げる、いやー合わないか。ロシアここクリアで難を逃れます。ロシア選手を変えるようです。長友、さあ上げる、中央へ、さあシュート、決めた、日本3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。伊藤、いやよく反応しましたね。いやポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。さあ日本、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。日本固いディフェンス、鈴木、さあシュート、キーパー好セーブを見せています。やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。好セーブを見せました。打っていきました。酒井、ここは読んでいました。伊藤、勝負か、来た、ミドル、キーパー枠いっています。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。この場面でスーパーセーブです。日本は2本目のコーナー、伊藤、なんでしょうかね、これは。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。いったプレーは残念ですよね。さあ日本、思わぬ形で1点が入りました。ゴロビ、日本としてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど失敗。シュート、押し込んでくる、さ
一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニング、選手が使ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みますよね。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、うん、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。ボールは右に逸れていきます。激しいボールの奪い合い、柴崎左から上がっていきます。柴崎からの折り返し、シュート、左にされます。ロシアベンチに動きがあります。危ない、抜けてくる、さあ勝負です。コース空いた、これはキーパーよくしのぎました。いやもったいないですよね。いや行き過ぎてしまいましたね。裏へ届くか、ロシアはアワヤというシーンでしたがここはしのぎます。久保から鈴木、さあカウンターのチャンス、鈴木、うわプレーでしたね。大量リード、これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。あれが相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで組まれてしまったら合図が難しいですからね。見事な崩しでしたね。ロシアが最後のカードを切ります。いやこう立て続けですと勢い感じますよね。チームがいい状況になってますよね。そうですね。ゴロビ、さあ笛が鳴りました。6対0、日本完勝です。見事に勝ちました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。日本としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮してその上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。日本が圧倒的な強さを見せ勝利しました。